冨安さん、必死に釈明。冨安はアーセナルを離脱する前、アジアカップはユーロと同じ6月に開催してほしい。なぜ1月にプレイするのかわからない。アジアカップだけでなく、アフリカネーションズカップも、だ、選手にとっては良くないと思う、とコメント。A 氏、ザ、スタンダードなどが報じ、反響を呼んでいた。記者陣から、日本ではアジアカップに出たくないと捉えてしまっている人もいる、との話を聞いた25歳のディフェンダーは、やや苦笑いを浮かべながら真意をこう説明した。間違いなくそういう意図で言ったのではないですし、というより、AFC、アジアサッカー連盟の方だったり、そっちに対して発信したつもりだった。運営側にもっと選手のこと考えてよって発信してるだけでしょ。発言に気を使っている選手なのに、それでも悪い方向に受け取られたりして大変だね。選手は協会の奴隷ではない。意見があれば言う、言える環境は当然のことじゃないといけない。選手たちのアジアカップにかける思いは強い。本人たちが重要性を一番わかっていると思います。日本ではアジアカップに出たくないと捉えている人もいるって記者が聞いたんだろうけど、本当にそう思ってる日本人がいるの？残念ながら結構いる。選手の代弁者気取って本人もアジアカップなんか出たくないはずだとか言ってる人が、はいはい、欧州組は本当はクラブに残りたい妄想は終わりました。代表軽視の1万ヤフコメ民と誘導してるメディアは解散ですよ。これ以上のめんどくさい質問や自分の価値観の押し付けは選手の迷惑なだけです。いい加減自覚しましょうね。代表選手がカップをかかとれるように当たり前に応援しよう。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。